レウキッポスは、紀元前440から430年頃に活動した古代ギリシャの自然哲学者。ミレトスに生まれ、デモクリトスの死として原子論を創始した。紀元前450年頃にエレアに赴いてパルメニデスに学び、ゼノンの講義を聞いたらしい。彼の生涯は明らかではなく、その著作もデモクリトスのものと混合しているため、エピクロスは、 彼の実在を否定したが、アリストテレスは原文を引いて、学説を紹介している。原子論の基礎は彼によって作られ、デモクリトスのものとされている、大宇宙系、メガスダイアコスモズと、精神について、ペリノーは、レウキッポスの著作らしい。事物の相対は、限りがなく、互いに他へ変化する。すべては、虚つろなるものと充実したものから成り立つ。 世界はアトムが空に落ち込んで、他のアトムと絡まり合うことによって生じる。そしてまた世界は空とアトムへと分解する。アトムは一箇所に集まると渦を生じ、その渦の中で型の似たもの同士が結びつき、物体を生ずる。このようにアトムを万物の起源として想定したのはレウキッポスが初めてであるという。ドイツの哲学者ヘーゲルは、レウキッポスの大きな功績は、 物体の一般的性質と感覚的性質を区別したことと考えている。C. ロベリ、すごい物理学講義、河出文庫、2019年、P26。G.W.F. ヘーゲル、哲学史、講義1河出文庫、2016年、416P。ありがとうございます。